デイビッド・クロスは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ生まれのコメディアン、俳優、プロデューサー、脚本家、声優である。コメディアンとして知られるクロスは1964年に、ジョージア州アトランタに生まれる。クロスが生まれて6ヶ月ほどした時に、一家はニューヨークへ移る。その後コネチカット州を経て、アトランタに再び戻ってきたクロスは、ノースアトランタ高校へ入学。 その頃からコメディアンとしての才能を発揮し始めて、1982年に高校を卒業する時にはクラスメイトたちから最もユーモラスな同級生に選ばれた。高校卒業後は単身ニューヨークへ渡り、スタンダップコメディアンとして活動を始める。その頃17歳だった。一旦は大学へ入るのだが後に、ボストンで本格的にスタンダップコメディアンとしての活動を始め、 独自のコメディスタイルを築いていき徐々に人気を得ていった。テレビでの仕事は、ベンスティラーが、ホストのコメディ番組の脚本家からスタート。執筆やコメディアンの他にも、役者としていくつかの映画に顔を出しており、多彩ぶりを発揮している。ベンスティラー賞においては、脚本家として、ベンスティラーらと共に、エミー賞を受賞した。ありがとうございます。